K, K, ピンイン、ザイは、四世紀から十世紀頃まで、モンゴル高原東部から中国東北部にある、ラオハムレン、ロコウカは、両河の源流流域とシラムレン、両河の支流流域に存在していた、遊牧民族。はじめはクラ、バクケイ、シャマクイ、シラエム、ザイ、SH、メートルザイと呼ばれていた。ホシザイダムヒブンオルホン,ヒブンでは、 トビー、タタビー、タタビと記されている。中国の司書によると、蔵、幕景及び、慶の起源は、郷土慶、戦費の右門部であるという。三百四十四年二月、前縁の母様が、右門部大人の、いつ、豆木を攻撃し、いつ、豆木は、母様に敗れて遠く、幕北に逃れ、そのまま、高栗に逃げた。この時、 松清の間に逃れた勢力が倉、幕慶となった。東国三年、三百八十八年、北儀の道部帝、在位、三百九十八年から四百九年の申請を受け、倉、幕慶は弱落水の南で大敗し、四部落と馬、牛、羊、猪子などの家畜十四万を失った。それから十数年間、幕や、 その他の遠い所属は、次第に勢力を増していったが、北義が、領海、北海を開き、犬和竜を置くと、遠い所属は、恐れておのおの片物を献上した。文、聖帝、在位、452年から465年の初め、倉、幕径は北義に剣士を送って徴降した。台湾22年、498年、倉、幕径が、安州に入港したため、 北儀は、栄州、燕州、優州の平数線でこれを撃退した。刑が後に基準すると、毎回、入り際して攻撃することを求めた。北州の時代、特決脇汗加岸、在位、五百五十三年から五百七十二年のもと、従前を滅ぼして、中央ユーラシアを掌握した。その頃、倉、幕刑は五つに分裂し、片付けな主部、幕ドル部、 経過部、木根部、出毒部の五部とっており、突血について、部族ごとに、死金、イル金、アー金、カズトが置かれた。中でも赤石が最後卒となり、五部は皆その節度を受ける。こうして、突血の傘に入り、隣国の木端と何度か戦った。随外一行、倉、幕景は単に、景と呼ばれるようになり、突血に属しながらも、 隋などの中華王朝にも長考をした。中国で隋に代わって、唐が成立すると、慶は武徳年間618年から626年に長考をした。上岸18年644年7月、永州都督の朝券は、幽州、永州の兵及び吉丹と慶の兵を率いて、高栗を制伐した。この時、 経大衆のイケル氏は従軍して先行があった。上岸十二年、六百四十八年、大層によって、北方遊牧騎馬民族がすべて党の支配下に入れられると、騎備政策、経の州長である、角社はそのところ部を率いて、党に内属したので、尿学と徳府が置かれ、角社は、右両軍権尿学と徳に任せられ、老反健康に封ぜられ、 唐の国政である李氏を賜った。また唐は、赤い部を、弱水州、ところわ部を、木はじむ州、越室部を落州、土系部を、太城しろ衆、万使用里部を、勝屋州とし、各州領片付けのある字をもって、氏とし、尿河府に隷属させた。さらに英州に、遠い徒府を置いて、松木を尿河区の地を統括させるとともに、遠い行為を置いた。県警。 656年から661年、はじめ、門社は唐より、右艦門体将軍を授かったが、その後亡くなったため、慶は唐に背いた。県慶五年、660年、唐は、定常都督の足とくくるる品、佐竹氏高将軍の延高家橋誠、巨遠州都督の相撲も含む玉を、霊道公軍総監とし、明年、661年、 少々上の際用形に、形を打たせると、形が恐れて降伏してきたので、形王の引き見稼働を斬首した。武州政権の万歳通天年間、696年から697年、吉丹が背くと、形も背いて、東、特欠、第二河岸国に属し、両国は常に、定溜め表裏を成したため、両主げると申した。あ、文元年、710年、 狩領の李大輔は剣士を送って長考したので、英宗はこれに喜び、使者を厚くもてなした。縁は元年、七百十二年、サウリン将軍、剣業優秀大都督の孫健は十二万の兵を率いて、慶の部落を襲撃した。しかし、全軍左、行英将軍の理解、楽ラ,ラが李大輔と戦って敗れたため、李大輔は、 尊権と副将の周囲帝を捉えて、東特欠河岸の牧設のところへ送り、殺害させた。開元三年、七百十五年、李大輔は、大臣の越草梅落ちを党へ使わして受け下したので、その地に、尿学衆が置かれ、党によって、李大輔は、尿学軍王に封ぜられ、左近王院外大将軍、尿学衆都督を拝命した。海元五年、七百十七年、 李大介は、吉丹主領、松清志軍王の李出葛と、柳城の旧武慶州と特府によることを請願し、党の許可を得た。この年、李大介が党に入庁したため、元宗は、御事とりで受害生の娘である新主を、片安公主に封じて、李大介に目取らせた。開元八年、七百二十年、李大介は兵を率いて、吉丹救援に向かった際に戦死したため、 その弟のロソが立った。開元十年七百二十二年、ロソが党に入庁したため、玄宗は巫事のりでその兄に、尿学軍王、右近を以外大将軍兼補佐軍計略大使を襲名させ、デビラトコンにより片安公主を妻とさせた。しかし、片安公主は、着母と和めず離婚したため、玄宗は再び聖安公主の娘の意志を、東皇公主として、 妻とさせた。海元十四年、七百二十六年、党は改めて、路葬、笹熊古をに封じ、ウーリン軍人外将軍を授けた。海元十八年、七百三十年、京の州は、吉丹画館の家督館に脅され、再び背いて、東、突欠に降った。ロイケルはこれを制止することができず、湯関に逃走し、東欧高校氏は、平路軍に逃げ帰った。 その秋、優秀長子の長福美将は、清恵比子軍病を発して、刑を撃破し、二百0を斬首した。これより、刑州は党に降る。改元二十年、七百三十二年、信康王理が刑を討伐したため、刑州長の李宇多佐公らは、部落五千0長を率いて、党に降った。そこで元宗は、御事のりで、李宇多佐公を、企業に封じ、剣徳心。 サウリング・軍隊将軍同姓とし、君州都督にあててその部落を優秀火山地に移した。天保後はじめ、746年、東は、慶王の社方を秋信王に封じ、尿学都督とした。上元4年、788年7月、慶都失意は深部をあだした。上元11年、795年4月、優秀は、慶の六万余衆を撃退した。 現那元年、806年、慶王、尿河太徳、重根木誠の梅落が党に来庁したので、県総は、県行四空を加えてやった。現那三年、808年、党は、慶首領の策定を、右、武衛将軍同聖都市、南州、麻美州、有益平和市にあて、国政の利子を賜った。現那八年、八百十三年、 元那十一年、八百十六年にも慶は剣士を送って名馬を剣上した。当末、影漁側に住んでいた慶族は、また赤い部、雪の義部、越室部、八海名部、住吉支部の五部に分かれた。後に琵琶側に移り住む。時に、吉丹の矢立あぼきが豪場となると、失意、慶はこれに服属した。慶人は常に丹の主会場となったが、 その過逆に苦しんだ。そこで、慶応の三モは吉丹に背き、別部を率いて、西の州へ、千里、北山によって、狩猟生活を始めた。やがてその一族は船長にもなり、東西に分かれた。また、三モの一族は、農業もできるので、辺境の荒れ地を耕して、農作物を植え、秋には、収穫をした。三モが死ぬと、この総立が立った。 高等の招集は、竜も李密を破ると、壮立に、李性とつぐいという名を賜った。立儀は、喫丹の娘で、シャリ地区風呂の姉をめとって、妻としたため、後に地区風呂が半滅ぼして、西京に亡命した時はかくまってやった。立儀が亡くなると、この離脱が経つ。同百二十三年から九百二十六年以後、立儀不子は、 数回剣士を送って長考した。タンのリツとミツが更新を滅ぼすと、ナツはタンに服属した。慶王府率いる慶族は、タンの五院部、六院部、おつしつ部と並んで四大部を構成した。慶族から皇族の少子が出て、寮の歴代皇后を輩出している。1122年、慶の帰り保が屋さんで自立して、慶国皇帝を自称したが、 わずか数ヶ月で金に滅ぼされた。領の滅亡後、継続の一部は、リ立大石に従って聖戦し、聖領の建国に参加した。金の領内に残った継続は女神に同化し、あるいは漢族と同化したと見られる。聖領の継続は、次第に、イスラーム化していった。13世紀以降、継続の民族的活動は死書に見られなくなった。遊牧狩猟民族であり、 他の遊牧騎馬民族同様、馬、牛、黒羊、猪の公会、車上船長暮らしで、移動しながら暮らしていた。また、不潔であるが車両が得意で、略奪を好んだという。不税はない。五代十国時代になると、農耕も兼業で行うようになる。銀賞列伝第八十八、北市列伝第八十二において、失意の語枠ら、幕景、吉丹。 クロ露と同じとあることから、喫ン後、中期猛虎後と同じモンゴル系に属すと思われる。先チ、内モンゴル東部に住み、東は喫ン、西は突欠、南は白狼川、北は、と接した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。